はい、こんにちは、ちえくもです。今日はですね、おっと、これをやっていきます。で、よいしょ。はい、早速着替えたんで、おいしょ、おい。はい、じゃあ早速やっていきましょう。ガチンコで、リングコンを両手で持ち前に向けましょう。全力でリングコンを内側に押し込んでください。 OK です。リングコンを両手で持ち前に向けましょう。全力でリングコンを左右に引っ張ってください。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で軽くジョギングをしてください。 OK です。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で早めのジョギングをしてください。 OK です。今からダイナミックストレッチを始めます。身振りさんは鏡に映った自分だと思いましょう。それではミュージックスタート。身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。前かがみにならないように気をつけましょう。ラスト1回、OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。くるぶしが上を向くように意識しましょう。ラスト1回、はい、 OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ、はい、 OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。
体が後ろに反らないように注意しましょう。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。さあ行こう。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。僕を押し込んでみてよ。そう、空気砲が撃てるんだ。覚えておいてね。空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。お、扉が見えてきたね。よし、いいね。段差があるね。僕を下に向けて押し込んでみて。そう、いいね。イエーイ。よし、階段は太ももを高く上げると登りやすいよ。強く引っ張って全部吸い込んじゃおう。そう、その感じ。さあ走ろう。やった、やったね。さあビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーを貯めて、全身を伸ばしてビクトリー。あ、ちょっと暑いですね。意外と運動強度が高い。
結構ね、汗だくになるんで、本当に飲み物とタオル必須ですね。あと動きやすい服。うん、僕を下に向けて押し込み続けてみて。いい感じ、バッチリ。前進んでちった。やっぱり現れたね。ドラゴが生み出した魔物にはフィットバトルでしか攻撃できない。フィットバトルって何？でも安心していいよ、フィットバトルなら僕に任せて。フィットバトルはいわば運動エネルギーのぶつけ合い。まずは肩慣らしにあいつをやっつけよう。よし、動こう。膝はつま先より前に出さないように。よしよし、輝いてるよ。いいよ。これ地味にきついてる。すごいぞ。OK、 素晴らしい。よしよし、キレッキレ。 OK、 すごい。いいよ。いいね。よし、いい動き。腹筋ガードって腕じゃなくお腹に力を入れよう。さあスキルを選ぼう。さあ行くよ。手を軽く曲げると力を入れやすいよ。よしよし、その調子。いいね。よしよし、いい動き。いいね。よし、いいぞいいぞ。いいね、キレッキレ。よしよし、
結構きつい。違いちゃう。スキルを選んで攻撃だ。これに A2 チェスト。結構ね、これはお尻が痛くなるんで、クッションとかいるかも。じゃあクッション用意しておきます。息を吐きながらお腹に力を入れて、スキルを選んで、エスロポーズ。倒そう。ちょっと動きが早いよ。お品、大きく後ろに反りすぎないように。いいバトルだったよ。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。
適度な運動でしたね。結構ね、まあ筋トレという酸素で遊ぶんだったら結構いいですね、これ。全然ありですよ。想像以上にいい運動。さあ、あ、うん。ちょっと水分補給。さっきの肩の運動とかちょっと気をつけて、フォームをね、フォームをちゃんと気をつけてやらないと、肩とかね、ちょっと運動強度が、この引っ張りとかね、肘とかあと肩とか運動強度が高いから、あの、体痛めちゃう可能性ありますね。それだけはちょっと注意した方がいいかもしれないです。これ上下のね、あの下に飛ぶってやつを忘れちゃう。もう一息。覚悟はできてる。スキルを選んで。スクワット。よし、動こう。すっきりした美脚に近づける運動かも。よし、キレッキレ。いいよ、いい動き。いいよ、オッケー、最高。いいね、すごいぞ。よし、よしよし、いいね、いいぞいいぞ。いいね、いいね。オッケー、素晴らしい。よしよし、ナイス。いいよ、すごい。自分を追い込んでいこう。よしよし、頑張れ。あと10分、その調子。よしよし、いいよ、よしよし、いいね。あと5回、 OK。 頑張れ、あと3回。よし、いいね、ラスト1回。ナイス、最高だったよ。あ、スクワットきついね。お腹に力を入れる。スキルを選んで攻撃だ。万歳プッシュ。さあ行くよ。腕を上げるときに腰が反らないように。いいね、輝いてるよ。よし、この調子。
ナイス、いいよ、完璧、いいね、いいぞいいぞ、オッケー、すごい。これ自分のねペースじゃないからズルできないのがね、なかなかいい。いい動き、よしよし、素晴らしい、よし、キレッキレ、いいよ、最高、いいよ、輝いてるよ、いいね、えい、ナイス、よし、すごいぞ、いいよ、ペース上げていこう、よし、あと10回、いいよ、オッケー、いいよ、オッケー、いける、あと5回、いいね、いいね、あと3回、よしよし、いいよ、ラスト1回、オッケー、よくやりきったね。まだまだいくよ、スキルを選んで、ちょっとね、A2 チェスト、さあ行くよ、足を浮かせたままやればお腹にかなり効くよ、 OK、 いいぞいいぞ、よしよし、キレッキレ、いいよ、完璧、いいね、いいよ、最高、オッケー、すごい、よし、輝いてるよ、いいね、いい動き、
素晴らしい。よし。へい。その調子。いいね。すごい。よしよし。素晴らしい。よしよし。よし。ナイス。よし完璧。 OK その調子。いいよ。よしよし輝いてるよ。いいよ。腹筋ガード押し込むとき足は軽く曲げて。まだ来るよ。カードが少ないよ。気をつけて。2連続だった。バンザイプッシュ。いいね。回復を。いいよ。いいぞいいぞ。いいよ。すごいぞ。オッケー。キレッキレ。オッケー。その調子。いいね。いいぞいいぞ。よしすごい。よしすごいぞ。もっとしっかりリングボーンを押し込もう。いいね。よくなったよ。レース始めよう。結構疲れた。途中サボったら怒られた。地面からエネルギーを全身に取り込んで。ビクトリー。結構ね、心拍数高いと思います。170ぐらいいってんじゃないかな。全然だ。86。とても軽い運動時、俺なんかおかしいだろ気がする。結構ドキドキしてるんで、若干ねこのここの精度あんまり高くないですね。
よし、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ちょっとそっち来るとね、顔が暗いんで。はい、今日はねここまでにしたいと思います。まあパンプはしなかったけど結構疲労感はありますね。足とかは結構疲れたかな。スクワットがね、まあ、自分のペースだとこう降りて1秒止めてまた戻すみたいな感じだけど、この止めるっていうのがねすごくいい運動です。あとね、あの負荷のかけ方によって肘とか関節とかにも負担がかかりそうなんで、そこら辺をねちょっと痛いなって思ったらちょっと休むとかしてやってみてください。ということでまたね、バイバイ。あ、そう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 、これね、まあ週1ぐらいで新しいっていうか1面ずつ進めていこうかなと思ってます。はい、ということでバイバイ。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前にして足を交差します。体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。そのままもう少しキープしましょう。体を起こし足を入れ替えます。反対側も伸ばしていきましょう。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。
ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。